白石昭一郎明治13年8月31日は、調布藩の師藩である、新松藩の御用商人。名は、史風。通称は小牧吉。または熊之助。号は、立花園。造成五位。下関市調布松織田に移築されている、白石昭一郎邸、浜門文化九年、長戸国赤間関竹,竹崎に一万トン屋小倉屋を営んでいた、白石右平。 つや子の長男として生まれた。米、タバコ、反物、酒、茶、塩、木材等を扱い、他に七夜を営み酒も作った。もともと下関は、西国交通の要衝であったため、長州藩など多くの藩から仕事を受けて、資金は豊富であった。鈴木重種から国学を学び、重種の文化生を通じ、西郷隆盛が小一郎を訪ね親しくなり、文久元年には、 薩摩藩の御用達となった。決勝商人、平野国み牧安臣らと親しかった経緯から、尊能上位の志に強い影響を受けて、上州藩の高杉晋作、草加玄瑞らを資金面で援助した。土佐藩を脱藩した、坂本龍馬なども一時、白石邸に身を寄せていた。文久三年六月七日、高杉晋作の騎兵隊結成にも援助し、 自身も、自邸の白石連作と共に入隊。51歳の章一郎は、騎兵隊の会計法を務める。新作は章一郎を、萩本藩直属にすべく、働きかけ、緊急時の人材登用という藩の方針もあり、7月5日、章一郎は私分に取り立てられ、30人通の家臣となる。死藩の商人から、本藩の家臣へと一役出世であった。 しかし援助を続けた結果、財は底をつき、借金を抱えるようになる。新作はそれを気にしてファンに、借財の生産をかけ合うが、解決しないまま新作は死去した。明治維新後は、東京からの誘いを断り、見返りを求めなかった。歌屋が苦問をし、赤間神宮の二大宮司となった。明治13年、69歳で死去。赤間神宮の背後の暮れない石山に、 奥都の城が建てられ、隣には、牧田持信の次男、牧菊四郎の墓が並ぶ。最後を高森をして、恩和で、清廉、実直な人物であると言わしめた小一郎は、新時代を築き上げる人材を経済面で助け上げた、スポンサー的存在であった。明治二十四年、生後位を追贈された。母、津屋子は、白石家の生まれで養子婿を迎えて、家を継いだ。 夫婦は、国学や歌をする知識人であった。小一郎の弟、連作は奈良教の一人である、沢信義の挙兵に従ったが、失敗となって自陣した。二十歳離れた末弟の伝七は、大場家の養子となる。伝七はやはり尊能上位運動に身を投じ、高杉晋作は伝七に遺書の手紙を送っている。伝七の三男が、ロシア通りのジャーナリスト大場加工で、 格好は、小一郎の甥いにあたる。当時、安岡の横野に親戚がいた。田尻左辺、増位所見伝造保番上特使増位年表 P7、テレビドラマ。ありがとうございます。